ライフジャケットって未着用で亡くなる人が毎年100人以上ってニュースでやってましたがどうすればライフジャケット上がると思う今の国,の国がやってるですね A タイプじゃないとダメとか言ってるやつがあるんですよ要するに船に乗っかるときにねその規制が強すぎるんですなぜっていうとそれをやるために値段がものすごく高くなるんですよねライフジャケットちょこっとしたやつに2万円以上えそんなお金ないになるでしょ それと同じで、別にあの桜マークついてなかったら基本的にライフジャケットってあのまあフローティングジャケットになるんですけど、えー、つけてくれると3,000円か4,000円で買えますからね3,000円4,000円、ね、あれはあの国の桜マークつけたやつじゃないとっていうえじゃあっていうことで着ない人がいっぱい出てきますね仮に持っていったとしてももう今から20年ぐらい前のやつを、えー、持ってくる、ねえー、そういう状態になるわけですよ。 変なところで厳しくしすぎたためにライフジャケットを着ない、ね、っていうのが出てきた。ね何でもかんでも A タイプじゃないとダメだよっていうあれがダメですね。まあ一部のところにお金がいろいろ入るんでしょうけどねまあ,あのしょうがないでしょうね。もっと簡単なやついっぱいあるんですよ腕でこうやっててこういうことはプッコプンってふらいてこうなるっていうやつがあったりとかね世界ではいろんなタイプがあるの邪魔にならないようなタイプっていうのがねいっぱいあるの。邪魔だからつけない ね、邪魔にならないタイプ、えー、そういうのの開発が日本では遅れているということですねさあ切り抜き動画見た皆さんこちらの方がですね村田はじめオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、えー、そこからこう切り抜かれたやつでございますオンラインサロンの方ではですね本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね次回にお答えして村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね是非ご入会をよろしく。